はい、今回ダイハツ新型ハイゼットトラックのビッグマイナーチェンジに関する新情報が入ってきたんで、デザインと改良後スペックで新装備、新色、新しい安全装備で価格立つ配備が判明したんで、まあ、順を追って紹介します。カーゴの方はフルモデルチェンジで、トラックの方がビッグマイナーチェンジ。ダイハツハイゼットトラックは主力軽トラックとして販売され、スバルサンバー、トヨタピクシスとして OEM 提供ですねしていて、まあ、大人気の軽トラですよね。でスペックの方が改良後スペック、ボディサイズ全長 3m39.5、 シャーバ 1m47.5 で、標準仕様、ノーマル仕様の全高が 1m78、 ジャンボとかハイルフ仕様に関しては 10.5cm 全高がアップして、でホイールベースは全車 1m90、 最低地上高も全車 16cm で、最大積載量に関しても全車ですね、350kg前で、最小回転半径もかなり小回りが効いて、全車 3.6m で、エンジンの方が直産 660cc の KF 型、53馬力 6.1kg で、で新しい機能としてトランスミッションに FR 車専用に新開発された CVT を新設定することにより、軽快な走りと高い環境性能を両立で、トランスミッション変速機だけなくて駆動方式も変遷新設定があって、また電子制御式4個を採用し、 CVT 用スーパーデフロックも搭載することで走行性能がアップ。で外装も一部変更があって、新デザインを採用することでタフさがアップ、角型のヘッドライトと新バンパー、フォグランプフレームなどを装備することにより質感がアップ。上級グレードに関してはフロントエンド、フォグライト周りにシルバーメッキ加色を追加して、で4速 AT に変え CVT を搭載することにより燃費性能がアップ。で新装備として荷室作業ランプに LED 首振り機能を搭載で、電動格納式ドアミラーも新たに装備して、で内装の方はディスプレイオーディオですねが新設定するぐらいで、だ主に外装とかの変更点が多いですよね。であとはハイゼットトラックには大型キャビン用のハイゼットトラックジャンボもラインナップされていて、拡大されたキャビンの下側を荷台として使用できるようにすることで軽トラックとしての利便性がアップ。そのジャンボに関してが新しくエントリーグレードも追加して、であとボディカラーに2色ですね、アイスグリーンとファイヤークォーツレッドメタリックを追加して、現行型の不人気色が廃止とかそういった情報がないんで、新色の2色が追加するといった感じですね。で予防安全装備の改良型スマーシモを搭載して、新機能の方が4つ、衝突軽減ブレーキ、昼夜間の降車と日中の自転車に対応して、でふらつき警報、標識認識機能、オートハイビームシステムを追加して、カーゴみたいにクルーコントがレーンキープの情報がなかったんで追加しないですかね、トラックの方は追加できないのか。で従来の衝突回避支援ブレーキ、先行車発進押し圧機能で、車線逸脱警報、前後方の誤発進抑制機能、オートライト、コーナーセンサーもアップデートが図られて、まあ、全体的にですね新機能も追加して安全装備がかなり良くなりますね。で確定ではないんですけどね、車両価格はベースが70万切るみたいなこと聞いてるんで69万9000円、最上級に関して150万以上はないっていう情報なんで、まあ、147万円っていう価格設定として表記してます。で発売日に関しても確定していて、新型ハイゼットトラック、新型ハイゼットカーゴと新型アトレーワゴンと同じ2021年12月20日に発売。はい、今回新型ハイゼットトラックのビッグマイナーチェンジの情報として、デザインと改良後スペックで新装備、新色で新安全装備で価格立つ配備について紹介しました。